ジュフ・ビエルコポルスキは、ポーランド西部の都市で、ルブシュ県の県都であり、道県内最大の都市である。市内をバルタ川が流れる。ドイツ名は、ランツベルクアンデアウォース。13世紀中頃までは、ピアスト・アサが建設した要塞がこの地にあった。1249年、ビエルコポルスカ港ボレスワフ2世、ボレスワフ2世ではないわ。 ブランデンブルク辺境白に大使現在の五十府を含むルブシュの地を売却し、この地に都市が建設された。16世紀にはこの都市はルター派の勢力下に入った。1701年、プロイセン王国の領土となる。ナポレオン戦争後の1815年、プロイセンのブランデンブルク州の一部に組み入れられる。第二次世界大戦中の1945年。 ソ連軍の侵攻を前にして、ドイツ国防軍が撤退する際に町は大きな被害を受けた。ソ連軍は1945年1月30日、バルタ川の左岸から50府に到着した。ドイツ国防軍はすでにほぼ町から撤退しており、戦闘は小規模であったが、この数日間で中心街の大半が火災などにより破壊された。戦後ポーランド領となり、 五ュ府に残留していたドイツ人たちはドイツへと追放された。1945年の2月から9月の間、ドイツ系住民が減少していくのに合わせてソ連に併合された地域からポーランド人が移住してきた。1975年に五ュ府県の県都となり、1999年に新設されたルブシュ県の県都となった。ルブシュ県において、 各種工業の中心地となっている主要産業はサービス業である。ありがとうございます。